ストーリーモード。あなたがどのようなお人なのか、スポーツマンタイプです、おしゃれさんタイプです、エッジタイプです、おしゃれさんタイプです、本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。ミリタリー興味ありませんか？はい、私は1年の天塚パタコと申します。新しくミリタリー研究会を申請しようと、朝からこの場所で部員募集のビラを配っていたのです。先輩はミリタリー興味ありますか？そうですか、しょんぼりです。ほうだい、朝から後輩を口説くだなんてハレンチな人ね。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ、ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。ほうに、背が伸びたね。もう結構伸びたのに。もういいでしょ、マヤ。行きましょ。ただいま、ホーニー。あー、むむむ。どうやらこのお方、幼なじみの姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。
ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。もう槍を構えてる？10、いや、よし、いけーで、うわ、チャージスイッチが入れっぱなし。私は、とんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、よかった、目が覚めたんですね。モダイくん、あなたのことが大好きです。私と付き合ってください。ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。ポーダイ先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。ポーダイ様、彼女たちはポーダイ様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態になっているのです。凝らしてみてください。今の宝大様なら女の子の着で敏感な場所が見えるはずです。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。さあ、フェロモンショットです。さあ、相手を見つめて溢れるフェロモンでズッキューンと撃ってください。それは私が説明いたします。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、
つまりは天使です。まあ見習いなんですが。モテすぎ。ああ、それは私の先輩天使の仕業ですね。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところがありますので。あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから、未だにあんな罰を。まったく、先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。ごっほん、失礼いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つはずだったのですが、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです。通常一度のモテ期に使う矢は一発限りだというのに、今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分。あ、はい、今の宝大様は人生の全モテ期が今日というたった一日にギュギュッと凝縮されている状態なのです。今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと危機感を持ってください。違います。エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、すべては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速、私に宝大様が思いを寄せる人をお教えください。今は？ということはかつてはいたということですね。それは確かに脈はなさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。まったく、なんというヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。ヘタレな宝大様を助けてくれる神聖なる妙技です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。
これぞ先輩直伝の天使の御業、愛の奇跡です。どっ、さあ宝大様、あなたと結ばれるべき運命の相手を探しましょう。運命の相手とは何かビビッとくるものがあるはずです。運命の相手がそうでないか、エリート天使の私が見極めて差し上げます。見習いでもエリートはエリートなんです。では宝大様、くれぐれも女の子の告白は受けないように気をつけてください。もし精神力がなくなれば告白された女の子と結ばれてしまうことになってしまいます。なんといってもあなたの恋路は本日限りのワンチャンス、最終売れ残りセールです。その場の勢いに流されて好きでもない方と結ばれてしまうと後が大変ですよ。